けいすけです今日は、えっと、用語の解説ということで CTLATL あと TSB のこの3つの解説をしていきます。これ結構3つはあの、えっと、トレーニングの計画を立てるというか、まあ、トレーニングが順調に進んでるかみたいな時によく使うもので、まあ、3つセットで覚えた方がいいので3つ一気に解説していっちゃいます。で最初の CTL なんですけど、CTL というか ATL と CTL ってかなりあの似たような意味なので、一気に2つ一緒に言っちゃいますけど、まず、まあ、それぞれこんな、えー、と略ですね、クロニックトレーニングロードっていうのと、アキュートトレーニングロードっていうんですけど、まあ、それぞれフィットネスって言ったり、ファティーグって言ったりします、まあ、こういう言葉で出てきたりもしますで。どういう意味なのかっていうことなんですけど、こういうことです。 えっと、CTL っていうのは長期的に、まあ、トレーニングでどれくらい負荷がかかっているかというもの。それから、えっと、ATL っていうのはこれは短期的にトレーニングでどれくらいの負荷がかかっているかっていうそういうものですで。長期的とか短期的っていうのはどれくらいの期間なのかっていうのは、まあ、大体これくらいの期間であります。えっと、CTL っていうのは42日間、だから6週間ですね。で ATL と AT L っていうのが7日間の1週間でやります。でそれぞれどういうふうな、えー、と算出をするかというとなんですすけど、えー、とこうやりま CTL だったらこれ42日間なんですけど42日間 100TSS の練習をしたらこの CTL が100になるというふうになります。一応書いておくか CTL が100、はい、になります。 で、こっちは短期的なトレーニングの場合は7日間、えっ、ー、と、ATL ですね。ATL の場合は7日間、うん、100TSS の、えー、とトレーニングをしたら、えっ、ー、と、100になります。はい。えっ、ー、と、それで、えー、一応ですね、あの、 あちなみにその前に一応 TSS なんですけど他の動画で撮っているので,でぜひそっちを見てもらいたいんですけど一応 TSS っていうのはトレーニングストレススコアで、えー、FTP の自分の FTP の力で1時間ずっと運動した時に 100TSS になるようになってますということではいえっ、ー、と見てほしいんですけど、えー、とまずあの42日間ずっと 100TSS で 練習したら100になるので、まあ、一応平均を取るんですけど、まあ、単純なこれ、なんか全部足して日数の42で割るっていうのではなくて、一応指数荷重移動平均っていうものを使っているので、まあこれ、興味がある人は調べてみてください。で、こういうことが分からなくても、あのアプリとかを使えば、これ全部自動的に出してくれるので、まあ、特に一応分からなくてもいいです。ただ、えっと、どういうものなのかなっていうのは、まあ大体平均だよっていうふうに、 えー、覚えておけばいいですね。えっと、だから、100、CTL が100っていうことは、42日間、まあ、平均すると、大い体い 100TSS の練習をずっと続けてきたっていうもの。で、ATL だったら、えー、それが42日間じゃなくて、7日間というものですね。えー、だから、この CTL っていうの42日間っていう結構長い期間のものなの、数字なので、えー じゃあこの CTL が大きいっていうことは長い時間、長い期間かなり強度の強い練習をずっと続けてきたっていうそういうことになるのでこれが一つの,なんていうかその強さですよねロードバイクに乗る人の強さを大体表すということになりますはいもう一つ出てきたのがトレーニングストレスバランスの TSB ってやつなんですけど一応これも出しとくかな まあ、TSB っていうんですけど一応フォームっていう風に言ったりもしますでこれなんですけどもちょっとこれは簡単になんですけど CTL-ATL という形で表していて長期的なトレーニングの負荷と,、えー、と短期的なトレーニングの負荷のこの差になるわけですよねでこれからいろんなことが見えてくるのでこの説明をしていきますこの数字の使い方です どういうふうに使うかっていうとまず一つはその人の強さが大体分かるっていうことです強さってちょっとぼやかした表現で言ってますけど例えば山を登る時の速さとかスプリントの時の速さとかいろんな速さがあると思うんですけどそういう細かいことは分かりませんだけど、まあ、数字で見て大体この人はかなりトレーニングを積んでいるから、えー、と強いなみたいなことが分かってきますでそれは大体 CTL を見れば分かるんですけど、まあ、さっきも半分言ったんですけど CTL っていうのは42日間の長期的なトレーニングの負荷を数値化したものです。だからこの数値が大きければ大きいほど長期的にしかも強いトレーニングをずっと続けているっていうことなので、まあ、つまり強いねっていうことが言えるわけです。で、この数字が大きければ大きいんですけど、これ完全な僕のイメージなんですけど、これぐらいのイメージです。はい、CTL が50くらいだと、 これはかなりよくトレーニングしたアマチュアのレーサーかな。よくトレーニングしたアマチュアのレーサー。これぐらい50だと、でも結構速いと思います。はい、速いっていうのはあのロードバイクに乗って速いスピードで走ることができるっていうものです、ね。この CTL が100ぐらいまで行くと、もうアマチュアのレーサーの中ではかなり上の方に行くというイメージですね。CTL が100ぐらいになるとかなり速いです。でそれ以上だとやっぱりプロ、 120とかいくと、うん、やっぱりプロぐらいの速さという、速さというかまあ強さってですかね、まあ、この CTL というのはあくまでもトレーニングの量とか質に、量とか質を数字化したものなので、上りこの数字が大きいからといって、上りが速いとか、そういうことまでは分からないですね。ただ、こんなイメージです。と、はい、いうふうに使えます。それから1つ,つ、オーバートレーニングの防止というのもあって、 これはこういう時ですね。CTL と ATL を比べます。だからこれ、えー、TSB を見てもらえればいいんですけど、えー、CTL よりも ATL がかなり大きい場合、常識を出すと、はいえー、TSB がこういう式なので CTL-ATL なので ATL が大きいってことは、この数字がかなりマイナスになるわけですね。ってことはどういうことかというと、これまで長期的に トレーニングを積んできましたでその長期的なトレーニングよりも ATL が大きいわけですから短期的に一気にトレーニング量を増やしてしまったっていうことなんですよね短期的に質と量を一気に増やしてるということはそういう場合は、えー、やっぱり体がそのトレーニングに耐えられないので体調を崩してしまったり、まあ、不調に陥ったりする、まあ、そういうトレーニングオーバートレーニングになってしまうということになるので。 ATL の急激な上昇には注意しましょうということが一つ言えます。まあ、こういうふうに使えると。あとは大会前の調整などにも使えたりします。これはじゃあどういうことかっていうと、まあ、さっきの ATL と CTL の違いなんです、違いというか差なんですけど、まあ、その差の TBS を使うんですけど、TBS がマイナスっていうことは、例えばマイナスの場合は、 長期的なトレーニングよりも短期的なトレーニングの量が多いということですよね。だから、えー、と時間をかけてトレーニングの量を増やしている最中ということです。ということは、これ、疲れが溜まっている可能性が高いわけですね。これまで積んできたトレーニングよりも、たくさんのトレーニングを今積んでますということなので、疲れが溜まっている可能性が高い。で、えー、じゃあ逆に TBS がプラスということは、 これは長期的なトレーニングよりも短期的なトレーニングの量が少ないということなので、トレーニングの量をじわじわ減らしていって、つまり疲れが抜けている可能性が高い、えー、ということです。ということは、こっちの方が大会の直前だったら、こっちの方がいいですよね。疲れが抜けてた方が、当然大会ではいいパフォーマンスが出るので。ということで、大会に挑む場合は、まあ、TBS をゼロ付近に持ってきたりするということが、えー、いいですね。あの でまあ、もしくは、まあ、プラス10ぐらいまでだったらいいのかなと思います。はい、これはあの僕の感覚です。ただし、あんまり TBS が大きすぎるということは、これはかなり休みすぎということにもなってしまいますので、うんまあ、僕はプラス10ぐらいまでかなという感じです。このあたりは人によって数字は違うと思いますけど、一つの目安にしてもらえたらと思います。はい、こんなふうに、この CTL とか ATL とか TSB っていうのは使い方があります。 1>, 1個注意点なんですけど、はい、これです。FTP はなるべく正確に測りましょう、えー、というものです。これなぜかっていうとあの、こういう数字っていうのは、もう全部 FTP を元に算出されますよね。FTP を基準にして算出されるので、その元になる FTP の値が全然違っていたりしたら、こういう数字が全部正確ではなくなってしまうんですよ。だからこのあたりは正確にするのと、あと全ての練習の TSS を これも正確に測りましょう,っていうことここですこれつまり CTL とか ATL っていうのは自分の体がどれくらい疲れているかどれくらいトレーニングを積んだかっていう数字になるのでまあじゃあ全部の練習じゃなくて1個ぐらい練習測んなくてもいいかってなるともうその途端にじゃあ,あのカウントされない疲労がたまってくるわけですよね。じゃあそうするとと今疲れてんのとか 今、疲労が回復しているのかということが、どん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 正確ではなくなってきてしまってしまうので、練習が抜けていると、これは正確に測れないですから、TSS はしっかり測ることです。であと、FTP もしっかり正確に測るということが大切です。ということで、CTL と ATL と TSB の解説になります。では、これで終わりにします。ありがとうございました。